2013年3月14日、突如としてこのような書き込みがなされた。俺37歳メーカー勤務年収600万。元嫁32歳専業、スーパーデパート。子なし、結婚生活は4年。俺が軽い浮気してから嫁が非することが増え家庭内別居状態。生活費を最低限しか渡さないようにした。嫁がパート始める。俺に新しい彼女ができる。このまま離婚したら金取られるかなって思ってたらタイミングよく嫁の浮気発覚。慰謝料も何もいらんから離婚しようと提案。ま男がなぜか新車1台分くらいの金くれる。嫁は家財道具一式と一緒に追い出して彼女と同棲開始。で、馬爪で捻造のキス嫁に痛い目見させてスッとしてたんだが、元嫁が俺の知らぬ間に司法書士の資格取ってたことが発覚。ま男、現在は元嫁の亭主、は不動産関係でかなり金回りいいということも発覚。先月、子が生まれたことが発覚。この地域での一等地みたいな場所に家建てたことも発覚。全部 Facebook、笑い、で知った。事務系の資格取るとか言ってオンライン講座で勉強してるとは言ってたが、司法書士とか聞いてねえし、馬爪じゃなきゃもっと可愛がってやったっつうのに、勝手にピルでも飲んでたのか結婚してた時に、勝手に資格取ったりピル飲んでたり、このことで金取ったりできないのか自分が種なしじゃないということは嫁はピルを飲んでいた疑いが、という流れなので、まず自分の生殖能力を確認してみそ。単純にお前の浮気が原因のキス、&精神的ストレス、で妊娠しなかったが、順風満帆に満たされた生活になって妊娠しただけじゃね。でなければお前が種なし。ツインが離婚の原因やないなら無理じゃね。資格も金取る理由にするには難しい気がする。元嫁が全然痛い目見てない。むしろうまくいってる。のがムカつくんだろうけど。むしろ結婚してた時に浮気してたことで金取られかねんな。なんで資格取ったら金を請求できると思うのかがよくわからないんだが。24時間営業のスーパーで夜中に働いてたから、昼間は豚みたいに寝てるもんだと思ってたのに、俺を騙して昼の間にせっせとお勉強してたってことだろ。そもそも学費はどうやって払ったのかね。嫁がパートし始めてから生活費は折半させてたから、そんな金はないはずだが、俺は種なしじゃないよ。大学生の頃、JK、処女だった、を妊娠させて親父にぶち切れられたこともあるから、なんかムカつくというよりは、俺はずっと欺かれてたんだな、と虚しくなるよ。ま男が虚しい結婚生活を送ることにならないよう祈るわ。いつ勝手に想像してたのと外れたから騙された金よこせってヤクザかよ。2パートで生活費折半とかそれだけで経済 DV になりそうだけど、3お前も陰で彼女作って欺いてんだからいいじゃん。4お互い余裕の人生で子供にも恵まれてラブラブでいいんじゃない。要するに人見下していた女が順風なのが気に入らないといういわば負け犬の遠吠え。まあ、男から車1台分お金もらったんだから文句ないだろう。元嫁は幸せな結婚して子供も産んだのか。よかったな、幸せになれて。お前が詐欺賃だっただけなんじゃねえの。浮気女が逃げないように祈ってやるよ。種なしだろ。まず、男の浮気と女の浮気は違うだろ。本能だから仕方ないだろう。おまけに当時は嫁を馬爪と思ってたし。大体、特にメスとしては好きじゃなかったんだよ。若くて綺麗な女を見て抱きたいと思わんのか？そんなの偽善者だろ。それに資格の勉強なんかを始めるときは、きちんと夫に申告して一応は了承を得るものじゃないのかよ。確かに真男に金をもらいはしたが、元嫁が俺のことをずっと欺いていて、結婚生活が全部嘘だったと思うと、元嫁にかけてやった金、全部返してほしいくらいだよ。結婚式とか披露宴も、いちいちこだわって神前式がいいとか言うから余計に金かかったし。頭が悪い一致と違って、司法書士の資格も持てる嫁なら、後のことも考えて離婚にも処理をしたと思われ、おそらくこれ以上関わろうとしたら痛い目を見るのは一致な。クズがどうなろうと知ったこっちゃないけどな。どっちも婚外恋愛してるのに金払うなけ元嫁も旦那の方がまとも。司法書士も学費なんかは旦那が払っただろう。お前は元嫁が幸せなのが面白くないだけ。若い頃に孕ませる能力あっても、おっさんになったらなくなるってことはあるよ。まず、男の浮気と女の浮気は違うだろ。男も女も全く同じ。大体、特にメスとしては好きじゃなかったんだよ。だったら結婚してたらダメ。別れた後ならいくらでもご自由に。資格の勉強。別に言っても言わなくても問題なし。欺き。お互い様なので言う権利なし。結婚生活。そもそもお前のせいで台無しになった。ツッコミが360度できるすごい案件だな。
別に元嫁が幸せなのはどうでもいいよ。まあ、なんていうか、自分で言うのもなんだけど、傷ついたんだよな。俺はその彼女と結婚して、今は幸せだ。何より今の嫁は、若いし飯馬だし言うことなし。あと、俺のこと頭が悪いとか言ってるけど、俺は一応、地方宮廷大卒だぞ。元嫁は F ランク次第の文学部かっこ笑いだけどな。要するに品も頭の良さってのは出身大学が測れないという生々しいリアル例ですね。豚で年まで魅力なくて無能で馬爪でこんなもう浮気して当然と見下していた元妻が、頭が良くて金持ち捕まえて子供も産んだ勝ち組嫁になったから悔しいんだね。ねちっこく伝わってきた。じゃあ放っとけばいいじゃん。若くない綺麗でもない女と結婚して金が惜しくなったのかい。婚約中と結婚している間は、お前の嫁じゃん。お前がそれらにかかる費用を払うのは当たり前のこと。当時、気持ちよく払ったなら忘れろよ。元嫁はラッキーだったな。金持ちの旦那と再婚して子供も産んで。元嫁よかったなぁ。ほのぼのネタだったのか。年いった浮気症で稼ぎと頭の悪い DV おっさんからまんまと離れて、頭良くて稼ぎ良くて優しい旦那とそいつとの子をゲッツしたという、嫁のほのぼのシンデレラストーリーとかしたう。今、幸せな人が過去のこと思い出して2チャンネルに書き込みとか笑えるなう。正直に言えよ、傷ついたんじゃなくて妬みなんだろ。おっさんの妬みって醜いな。ま、不動産関係とか大体ヤクザみたいなもんだろうし。ま、男も元嫁も再婚したこと後々後悔するだろうな。不倫の末結婚した中年女が勝ち組とか、ありえないから。そうだな。放っておけばいいんだよな。最近 Facebook に登録して、いきなり色々と残酷で歪んだ真実を叩きつけられて、俺らしくもなく、激しく傷ついたんだよ、笑い。今の俺は仕事から帰れば温かな家庭が待っているわけだから、何もわざわざ昔のことを思い出して傷つくのも無意味だよな。2チャンネルにでも書けばスッキリすると思った俺が大間違いだった。もう忘れてくれ。人妻寝取るような金持ちと結婚したのなら元嫁もすぐに浮気されるだろう。何かかわいそうになった。幸せなら他人への妬みの気持ちなんて生まれないよな。もうこの話は締めますから。もういいんで。あ、最後に一つだけ。年収600万は別に低収入じゃないんで。2チャンネルの無職童貞は知らんだろうが、笑い。じゃ、もうこれ以上、この話引き伸ばさなくていいです。さよなら。元嫁は金持ちと再婚して子供産んだからには、少々の遊び程度のことなら結婚生活を続けるだろうな。いざとなれば、一人で稼いで生活できるし、F ランしか出てなくても生きてくのうまいのなう。司法書士の資格取る嫁だからな。そういうことられても大丈夫なように離婚前はやってないんやね。パートしながらなんなに秘密で司法書士の試験受かるって元嫁頭いいなう。幸せなんだろうな。みんな幸せインドで何よりだ。後味悪いけどな。必要最低限の生活費渡してたって書いてるんだから、経済的 DV とかないだろう。一気はクソ嫁と離婚できてよかったな。幸せになれよ。年600万で最低限の暮らししかさせない男と金持ちで潤沢な生活費をくれる男。お前が女ならどっち選ぶよ。経済的 DV と言われない程度に生活費を渡すあたりが姑息すぎ。普通嫁さんが司法書士の勉強していて気づかないものかね。いくら夫婦仲が冷え切っていてもそのくらいはわかると思うのだが、果てしなく釣りくせえ。もし釣りでなく本当に気づかなかった鈍感野郎だとすると、嫁さんが夜中にパートしていたということすら嘘かもしれないな。夜はパートと偽り真男と仲睦まじく過ごし眠って昼にはしっかり資格学習。リッチが現在本当に幸せだったらこんなねちっこく書かないだろ。自分は不定の医者料払わなくてよくて若い嫁もらえて、得しかないのに。すげえなここまで妬み臭に満ちた負け犬の愚痴はなかなかお目にかかれない。医者料いらんて言ったのにきちんと手切れ金もくれて、再婚してくれて子供も埋めて、元嫁はいいやつ見つけたな。釣りじゃないんで、もうレスしないと言ったが、あまりにも事実を誤解されてるからレスさせてもらう。あと言われる前に言っておくが、平日なのにレスしてるのは花粉症がひどくなってきたせいで、有給取って病院行ったから、なぜか元嫁が美化されてるけど、大女だし貧乳でブスで色気ゼロのキスババアだから、肩の部分がモコッとしてる服着てた時に、鎧着てる戦士みたいだな。って軽く冗談言っただけなのに、マジギレしたくらいだぞ。飯も、おかずに品しか作らないし、まずいし。だいたい付き合い始めた時点で、売れ残りだったんだから、手を出した俺が全部間違ってたんかな。俺はやれるだけのことをちゃんとやったよ。もちろん DV とかもしてない。そんなの論外だろ。亭主としての役割は果たしていたと思う。
2チャンネルは男の味方だと思ってたのに、なんで俺だけ叩かれるのか意味不明。平日の昼だから、劣してるのが実は貴女ばかりとかか？うるせえよクズ。元嫁。夫に隠して資格取得。不倫。馬爪だと誤解されるような行動。夫に隠して勝手に否認。メシマズ。ヒステリー。生物学的にメスとしての魅力に欠ける。F ランク大卒。稼ぐ能力なし。俺。きちんと600万稼ぐ。東証一部上場で潰れる心配のないメーカー勤務、土日も休みで昇進ラインに乗っている。酒、タバコ、ギャンブルやらないし、風俗もめったに行かない。暴言吐かない。もちろん暴力など振るわない。家庭にしっかり金を入れる。浮気は嫁にバレないように気をつける、紳士としてのマナー。家事を手伝う、ゴミ出し、洗車。これが歪みない事実。しつこいぞクズ。不倫はお互い様。馬爪はお前が勝手に思い込んだだけで普通に産んでる。否認も何も証拠なし。質なのはお前が浮気したから。稼ぐ能力はできた。飯まずと F ランないぐらいしか突っ込む部分がない嫁だな。なんなの方は稼ぎ低い。浮気症、風俗が良い。石とか豊島とか暴言吐きまくり。妬みまくり。おっさんで。突っ込みどころ満載。豊島とか石とか、嫁の前で声に出して言うわけないだろ。言いたかったけど俺は必死に我慢してたよ。それだけでも俺は悪くはない亭主だったと思うが、結婚して最初の1年は週1以上のペースで抱いてやってたんだから、それで妊娠しなかったら石だと思っても仕方ないだろう。それに風俗も男同士の付き合いで行くだけだから、企業戦士として仕方ないだろうが、これだけ説明しても分かってもらえないのか。俺はあれ以上何を頑張ればよかったんだろうな。元嫁、努力して資格取得。旦那がクソだから不倫、同じ無事な。馬爪だと誤解されるような行動、種なし疑惑。夫に隠して勝手に否認、疑心暗鬼。飯まず、自分で作れよ。ヒステリー、ブーメラン、ブーメラン、きっと帰ってくるだろう。生物学的にメスとしての魅力に欠ける、生物学的に種なし。F ランク大卒、自称宮廷。稼ぐ能力なし、宮廷卒で年収600万を、俺。きちんと600万稼ぐ、そろそろあれ。東証一部上場で潰れる心配のないメーカー勤務、土日も休みで昇進ラインに乗っている、自己申告。酒、タバコ、ギャンブルやらないし、風俗もめったに行かない、処女の JK を妊娠させる。暴言吐かない、へえ。もちろん暴力など振るわない、へたれ。家庭にしっかり金を入れる、嘘くさい。浮気は嫁にバレないように気をつける、紳士としてのマナー。最近のお笑いギャグ？家事を手伝う、ゴミ出し、洗車。なんというか。ここを見てもらえばわかると思うが、37で600万稼げたら十分だから。メーカーの技術職だから、まあ宮廷卒の商社マンとかと比べれば低いだろうが。自分で引き伸ばすとはまたブーメランじゃねえかう。今日一日で何個刺さってんだう。俺ばかりが悪く思われていて心外すぎて我慢できなくなったんだよ。最初から詳細に事実をしっかりと書いておけばよかった。はぁ？孤立無縁か。結局割り食うのは常に俺。なんつうか、俺は不器用だから、いつでもバカを見る。元嫁くらい要領よく器用、これって昭和の代名詞だろ、に生きられたら。俺もこんなに傷つくこともないんだろうな。もう、うんざりだよ。しつこいぞカス。そうだな。その通りだ。既婚の男同士ですら、孤立無縁だ。うんざりしたんだから、こんな叩かれる場所にどと書き込むなよ。これだけプライド高くて負けず嫌いなのに。サンドバッグにしてた元嫁に負けちゃったってあたりでいろいろ折れたんだろうな。傷ついたとかう。以上で終了です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメントを書いてください。チャンネル登録、高評価もお願いいたします。バイなら。